背番号23番ディフェンダー藤原幸太郎です。背番号10番フォワード高澤優です。まあ、来る前から走ってきたので、まあ結構体的にはしんどいですけど、まあみんなとコミュニケーション取りながら、いい方向には行けてるかなと思いますね。まあ個人的には怪我もなく今のところできてるので、まあここからまた上げていきたいなっていう感じですね。年下が多いのでやっぱりこう、まあ、俺そんなにこうなんていうんですかね、まだベテランとかいうあれじゃないですけど、まあ、20今年26でそれでもこうもう上の方になるじゃないですか、このチームでは。なので自分がこう、まあ、チームを引っ張っていかなきゃいけないっていうのと、まあでもやっぱり伸びしろしかないので、まあ、そこの期待というか、まあ、自分の下の選手たちに期待はものすごいしてますね。でまあ個人的にはもう足ちぎれそうっす3日目にして3日目にして足ちぎれそうっす。初めてですよね。初めて。まあでも優也は割と知ってる人も多分後輩もいるからなんかちょっと柄の悪いメンバーで集まってるなって印象なんですけど、流刑のね。いやまあまあまあ、でも幸太郎君結構同じ匂いするんでまあ仲良くすぐ仲良くなれたって感じですね。まあ僕はずっと4番つけてたんですけど、まあ徳島の1年目23番だったのと、まあこっちは高志が4番つけてたんで、まあ最初空いてないってのと、まあその空いてる番号の中で、まあ一応つけたことあった番号だったんで、まあ、23にしましたね僕は。はい。まあ、自分はもうこの間新体制でも話した通り、まあ、やっぱり結果出さなきゃいけないので、まあ、その自分へのプレッシャーも含めて、やっぱり去年大悟選手がやっぱり10番つけて、まあ結果出してたので、まあ、それ以上の結果を出さなきゃいけないなっていうプレッシャーと、やっぱり自分がこう J2 に上げなきゃいけないなっていう、まあ、責任感の中で10番をつけようと思いました。やっぱり北九州は、まあ、ゆうやも最初言ってたっすけど、イメージはあんま良くないっすけど、成人式のイメージめっちゃ強くないですか北九、うん、ああいうなんか大暴れしてるイメージが強かったんでそうだよね。でも、まあ、僕も試合できたの本当もう7年前とかなんで、ちょうど入れ替わりとかいろいろあって、でも駅前こんな綺麗だったんだっていうか、なんか栄えてるなっていう、あんまイメージはなかったっすけど、リーガロイヤルにいつも泊まってたんで、あっち側って行かないんで、向こう側ってああこんな開けてんだなっていう感じですね。やっぱり北九はでもトネ君っていうイメージがあるんで、俺はトネ君のイメージがすごい強いんで、北九州はあの人のせいでちょっと北九のイメージ悪いっていう部分もありますけどいやでもそんなことないですよ、割とみんながみんなやっぱりトネ君みたいな人じゃないなっていう感じです。そうですね。まあタイガとかハルキはまあ一緒にやってたんであれですけど、まあ志村選手は結構、はあ、いいんじゃないかなと思いますよ、はあ、志村気になるって、気になる選手気になりますね。マジっすか気になるな。お疲れ様です皆さん、気になる志村でございます。周知いやでもまあ同じポジションとしてやっぱ全は気になる、気になるというか、まあ、もっとこう本当に全なんかで言ったらもう伸びしろしかないなっていう感じですね。やっぱ大きさあって、まあ、体つきがあって、本当にもっとまあ、技術もそうですけど、いいとこ増えればもっともっと上でやれるんじゃないかなと思います。まあ、割とボール入るの好きなのと、まあ、なんかずっとゆっくりでいけるなっていう感じですかね。まあ、気づいたら1時間ぐらい入ってる感じですね。はい、来ないですね。電話見ながらとか、まあ、本はあんま読まないんで、携帯見ながらとか、なんか映画とかサッカー動画とか見てたらあっという間にっていう感じですか。はい、釣りが好きなんで、
まあ、ぜひこう北九州で一緒に釣りをしてくれる人を募集してます。新潟ではいたんですよ、うん、半年しかいなかったですけど、一緒に釣りに行ってくれる、あの釣りで仲良くなった人がいて、でそういうのがあったんで、まあやっぱり釣りをしてくれる人を募集してます。選手じゃなくてってこと？選手じゃないです。一般人です。コミュ力高いんで俺、結構誰でも行けちゃうんですよ。いや俺的あの釣り人に悪い人はいないんで、釣り好きか、釣り好きに悪い人はいないんで、あ、まあ本当に釣り一緒に行ってくれる人誰でも募集してますって感じです。連絡ください。本当に北九州全然わかんないんで、まあ、僕はまあそれこそ子供3人いるんで、まあオフはもうほぼオフじゃないというか、ほぼほぼ子育てに追われてますね。家族ですか？もう大変よ。3人は朝から、ね、朝からもうだいたいオフは7時、7時半に起こされて送ってっていう。オフじゃないね。確かにオフじゃないっすね。うん、うちは、まあ、犬が2匹いるんですけど、まあでも大体7時半から8時に吠え出すんですよ。なんかお腹空いたか分かんないけど、まあでもオフ何してるかな、やっぱ釣りじゃないですか。でも前そんな毎回毎回オフ行かないですけど、まあ何してんですかね、家でゴロゴロしてたりするんですかね。あんまりこう釣り以外で外に出ることはないですかね。そういうことになりますね。多分寮に入るんで、寮長として頑張ります。え、寮入るんですか？多分ね、うん、寮長になります。一人ですか？一人一人。最高じゃないですか？最高じゃねえ、寂しいわ。毎日電話しろ。僕しか知らない話ですか？まあ、でも2人ともそうですね、暑いっていうか、まあすごい練習とかでもこう常に 100% を求めるというか、まあどのコーチも大体そうなんですけど、まあ、やっぱこう外国人の選手にも言うっていうイメージは結構あって、まあ、それこそ今年レイソリ行ったドーグラス選手だったりとかもすごいバッチバチに言われている印象というか、まあ、でもそういった選手が結局もう J1 でもやってるんで、まあ、まあそういうなんていうんですかね、育成力じゃないですけど、そういうのはすごいなと思ってますね。はい。ガッキーとは、まあ、同期なんで、まあ、いろいろこう北九州の、まあ、場所とかはまあいろいろ聞いてましたし、まあでもあいつはやっぱ適当なんで、まあ、基本あいつのことはまあ。まあ、適当に流してるんで、まあ、っていう感じなのと、やっぱ天野さんはやっぱりこうなんていうんですかね、大学の時、自分が大学生の時で、まあ、コーチっていう立場だったんで、こういざこう監督、天野監督になって選手と監督の立場ってなるとちょっと関わり方が最初難しくて、いつもこう、まあ、試合の時とか天野さん会ったりすると結構こうふざけて、あの天野さんいじったりとか結構してたんで、監督になってそういうのしていいのかどうかっていうのがちょっとこう謎ですね。難しいところですね。まだ割とこう結構絡めてる方だと思いますけど、まあ、やっぱ監督なんで一線を越えないようにしないとっていう感じです。まあ若いんでやっぱまあ勝ってたら勢いも出ると思うんで、まあうまくいかない時にどういうふうに全員がコミュニケーションを取るかっていうことが大事かなとは思いますね。あとはまあ賢くサッカーするっていうところをこう若いうちからそういうのを覚えていったらもっと良くなると思うんで、そういったところも落とし込んでいきたいなとは僕は思ってます。若いっすよねマジでこのチームは。なので本当にもう吸収できるとこばっかりなんで、まあ、ましてこう、まあ、天野さんやっぱりこう浦和レッズも経験してますし、やっぱり J1 クラブのトップクラブの中でやっていたあの人なんで、本当に学ぶところはやっぱりたくさんあると思いますし、サッカーの本質っていうところを多分すごい理解してあの指導してくださってるので、まあ、自分もこう含めてやっぱ勉強するところはたくさんあると思いますし、あとはやっぱりこうあんまり
気を使わせないというか、まあ、上の選手にともこう指示をし合えるというかいう関係は築いていきたいなって、まあ、結構自分こう見た目がこういう感じなんで、まあ、喋りかけづらいとか、まあ、試合中に指示しづらいとかあると思うんですけど、まあ、そういうのはまあサッカー中は、まあ、まあ普段は許さないですけど、あのサッカー中は別にこう気にしないでこうガンガン言ってもらえた方がまあみんなのためにもなるし、まあ、チームもまとまるんじゃないかなと思います。まあ、新入団 の, あの時も言ったんですけど、まあ、うまくいかない時っていうのは絶対シーズン通してあるので、まあ、そういった時に、一体感を持って、やってくだされば僕たちの力になるので、まあ、最後まで諦めないように僕たちも一試合一試合戦うのでサポートの方よろしくお願いします。北九州は本当にこう素晴らしいスタジアムを持ってますし、まあ、選手と、まあ、試合中も距離感も近いですし、まあ、自分はあのスタジアムで試合をしててすごい、まあ、雰囲気もすごいいいなと思いましたし、やっぱりああいう、まあ、今は声出せないですけど、まあ、ああいう環境サッカーできるのはすごい選手 の, あのためにもなると思いますし、まあ、本当にそのさっき小太郎君言ったようにこう選手の力になるじゃないですけど、本当にあのそういうサポーターの後押しがないと、まあ、自分たち頑張れない時もあるので、あの、まあ、いい時悪い時も、まあ、全力で自分たちをサポートしてもらって、まあ、自分たちはこうサポーターの期待に応えられるように、まあ、全力を尽くしますのでよろしくお願いします。